山口城は、諏王国の山口にあった、日本の城である。山口屋形、山口清庁、山口清治堂などとも呼ばれていた。表門など一部が現存する。大内氏が築城した高根城跡のある山口の位置、路山六に、長州藩の十三代、毛利高地下の居城として築かれた城。慶長5年以降、萩城が、諏王。 長戸国36万国を所領した森氏の居城であったが、幕末の変動に伴う有事に備えて、下関や瀬戸内海側への指揮がしやすい拠点として山口に築城された。なお、かつて関ヶ原の戦いに敗れて、広島城を失った森氏が、傍聴違法後の新たな居城建設候補地の一つとして山口を挙げている。天守のない平城であったが、 高根城を爪城としている。現存する絵図によると、大砲を備えた西洋式城郭の特徴があったとされる。また、周囲には水堀と腰巻き型の石垣を築き、萩城古殿を解体移築した古殿が建てられていた。性質としては館であるが、抗義の城郭としては、毛利氏が築いた最後の城となる。長州藩内では山口館、藩外からは、 山口城と呼ばれた。文久2年10月、本拠地を萩城から山口に移すことを内定、現時元年10月に新たな藩主拠官が完成し、毛利高近は山口に移った。しかし、同年に生じた第一次長州政党で、幕府側の撤兵の条件として、山口城の破却が提示された。これに教順した長州藩は、城の一部を破却していったんは、 萩城へ戻ったものの、慶応元年4月に再び山口へと移住した。同年の第二次長州政党では、政治、軍事の拠点として機能している。大政奉還後の明治3年2月、政治堂から班長に解消。さらに、廃藩置県が行われた。明治4年には、城内に山口県庁が置かれた。明治6年の廃城令によって、尊重処分となり、 陸軍省の所管となるが、同年7月に大蔵省の所管へ変更され、廃場となった。水堀の一部と薬衣門が現存する。この表門は廃藩地県までは、藩長門、その後は県庁正門となった。大正5年に新たな県庁舎などが刊行すると、同門は県庁の再門となる。1987年3月27日に、 旧山口班長門として、山口県指定有形文化財に指定され、現在の山口県庁舎の中央門と正門の間に残されている。また、大正時代に上司に建てられた旧山口県庁庁舎と旧山口県議会議堂は、今日山口県政資料館として利用されている。ありがとうございます。